皆さんこんにちは、MT です。今回はね、 Amazon の中でお買い得になっているエヴァニューの製品、これをね、私のおすすめをピックアップして皆さんにご紹介していきます。これね、定価より安くなってるのがかなりあるんでね、普通に買うよりはここで買った方がお得なんじゃないかなと思うものをね、たくさんあったんで、皆さんと一緒にチェックしていこうと思います。それではスタートです。まずね、このエヴァニューの TI マグポット500ストーブセット、これね、定価で買うと1万6000円ぐらいするんですよね。いや、意外と高いんですよね、これ。でもね、これ500のポットと、それからこのね、ストーブスタンド、そしてね、アルコールストーブが全部セットになってこのお値段なんで、まあ、全部揃えようと思ってる人にとってはね、これかなりお買い得な値段になってると思います。で、スタンドとポットとアルスト全部セット、37% オフですからね、これはかなりね、お安いと思います。そして続きまして、このね、エヴァニューの500の単体の方、これもうスタンドとかね、もうお持ちの方はこのね、ポットの方買えばいいかなと思います。これも 26% オフですからね、普通に買うよりは全然安いです。この段付きのタイプね、こっちがやっぱりね、ポットスタンドにはぴったりはまるんでおすすめです。で、ポットスタンド使わないよっていう人はね、 MP500 ってパターンがあるんですけど、ね、それは今ね、安くはなってないようなんで、こっちの方がね、お買い得感はありますよね。そしてこちら、これもおすすめ、 TI の 570FD、 まあテンパーオフでね、2879なんだけど、まあ、3000円アンダーでこれがね、チタン製の570のカップがね、買えるんであれば、これもお買い得かなと思います。そして続きましてこちら、 400FD、 これはね、もうあの皆さん一つはお持ちじゃないかなと思うんですけど、へこんできちゃったりね、ベコベコになってきたり、焼けちゃった人にはね、 17% オフで2000円ですよ、これ。2018円で買えますからね、ぜひこの機会に行っちゃってください。そしてこちら、アルコールストーブスタンドデラックスセットなんで、これはあれかな、スタンドとアルコールストーブセットのパターンなのかな。1万円もするのかな、これ1万円。ちょっと待ってください、あ、公式でもやっぱり1万円なんですね、これね。1560円がアマゾンで見ると6100円で 42% オフ。はい、これ持ってない人は買いましょう、これ絶対いいですよ。これね、アルスト使ってもいいし、小さいね、焚き火台にもなるし、万能です。しかもね、さっきの500ポットの中にきちっとね、これ収まっちゃうんで、なかなか使い勝手がいいストーブスタンドなんですよね。これはいいね、6100円か、ストーブもついてね、もともと1万560円ですもんね。はい、そしてね、デミタスのこれ220、これもね、26%オフ、2027円、2000円ぐらいでね、チタンのこういったね、コーヒー用の小型マグカップ買えればいいかなと思います。で、これはね、 400FD の中にツライチでね、ピタッと入るんで、スタッキングにね、すごく優れてますんで、このサイズはありだと思いますよ。2027円、お買い得。そして鍋つかむポットリフターですね、これもね、 20% オフになってますんで、1682円、これもお買い得ですね。一つあるとね、今ノーハンドルのね、パターンが結構出てきてるんで、これがあるとこんな感じでね、使えます。なかなかね、あのアルコールストーブなんかで使うとね、ハンドルが熱くなったりするんで、こういうのあったらね、いいと思いますよ。これもお買い得、1682円。そしてね、スパチュラ、木製のロングスプーンなんですけどね、まあ、9% オフ、900円、1000円アンダーならこれ迷わず行った方がいいと思います。これね、絵の部分に何も書いてないんだけど、この写真実際はね、こういう感じで文字が入ってます。これなかなか素敵ですよ、ナチュラルな感じでね、舌触りもいいし、900円なら GO ですね。そして、あ、チタンマルチディッシュ、これはね、400FD の蓋にもなるし、あと固形燃料なんかをね、使って使用する場合の下の受け皿なんかにも使えます。これも1000円ちょいだったらね、お買い得、一つあったら結構便利なものです。そして TI マグポット900、これもね、 21% オフ、5728、6000円アンダーでこのタイプ買えるならね、お買い得ですよね。見た目はね、ちょっと MSR のチタンケトル風なイメージなんですよね、これ。
なかなか端正な作り。ほんと2年前ぐらいはね、これ品薄でね、バカ高い値段で売られてたんですけど、これね、あとストーブスタンドにぴったりね、内側のラインでハマるようになってるんで、これもね、おすすめです。で、中には2号缶がこういう感じでピタッと入る。今ね、この写真であるように、さっきのね、ストーブスタンド、これ900の方も使えます。箱もね、新しくなって、蓋のロゴもね、新しくなって、6000アンダーならお買い、これ買った方がいいかなと思います。はい、エヴァニューのね、これチタンアルコールストーブ、もはやね、電動入りのアルストですよね、これ。これね、肩の部分からね、炎が出るんですよね。ちょっとあのトランギアのタイプとは違う感じ。こんな感じで燃えます。これもね、ほんと便利なんだよな。39% オフ？いや、安いよね。3236。これ絶対定価で買うと損ですよね。ちゃんとね、定価で販売されてるところもあるんで、大きな声じゃ言えないんですけど、これやっぱり本当にアマゾンで買うと安いよね。五徳付きのタイプで4154円。なるほど。はい、そしてね、これもね、おすすめ。TI ポッドの900。これ、ね、私600の方持ってるんですけど、900の方がね、袋ラーメンとかそういうもの作るのにはね、ちょうどいい大きさになります。こんな感じで、これもね、蓋のロゴの部分というか、グラフィックが一新されてるタイプでね、かっこいい感じになってますよ。で、これが、お値段 31% オフか。これも5000アンダーなら買いですよね。そして、これ私持ってるタイプ。これも 35% オフ。3727円。私持ってるのは、ね、古いタイプなんだけど、こっちはね、蓋のグラフィックが一新されて、ちょっとかっこいい感じになってるタイプですね。こうやってね、雪中キャンプでも雪とかして水作ったりすることも使えるし、とにかく軽くていいですよ、これは。あ、これね、チタン TI のデミタス220のノーハンドル。まあ、基本的にこれね、グビグビと同じような感じなんですよね。こんな感じでハンドルで、まあ、コップとしても使えるし、火かけることもできるし、で斜めな感じで鍋つかむが入ります。グビグビがね、ちょっと品薄で値段高くなったりしてるんでね、このタイプだったら2000円アンダーでしょ。これ積極的にみんな使った方がいいと思います。これなかなかいいですよ。チタンごとくのトライブ TI、 固形燃料をね使う場合はこのごとくの方がいいかと思います。薄い方はね、強度に不安があるんで、私はもうこっちを一押しします。アルストに使うとちょっとね、こっちの十字ごとくの方がいいんですけど、固形燃料で使うんだったらこっちのタイプ、トライブですね。アルミのね、三角半合、これももう値段が 36% オフで1万円切ってますね。これ販売当初はえらい値段が高騰しててね、2万円近い値段取引されてたんですけど、今やもう1万円アンダーということでね。小型アルミ半合がお好きな方、これなかなかいいと思いますよ。焚き火が似合う、8455円。このね、 TIUL ストーブセット 750ECA、 これね、視聴者の方が安くなってますってね、ご連絡いただいたんでね、チェックしてました。2つセットでね、 30% オフなんでね、これもなかなかお買い得感出てますよね。下は 400FD かな。それがちょうど上にね、ピタッとはまって、あの 760FD のこのね、セットの後継機種というか、なんていうのかな、まあ、ちょっと違うんですけどね、まあ、2つ合わせて5409円。これもお買い得。この辺のね、 TIMP とかは安くなってないんだよな。あとね、これあのネオプレーンのね、クッカーケース570のタイプとかね、これもね、なかなかフィット感がピタッとしてね、いいですよ。ちょっとね、きついぐらいなんだけど、あ、30% オフで1455円ね。これ買いですよね。あ、これね、バックカントリーアルミポット。これも 24% オフで4000円。これも当初はね、値段がね、かなり高騰してたんですけど、今こんな落ち着いた値段で買えるようになりましたね。炊飯もできるしね、これも焚き火が似合う、いいね、クッカーです。ベールハンドル付きなんでね、こんな感じで焚き火に使うことができる。あとね、ハンドルがちょっとね、落ち着かなくて傾いたりするんでね、それの修正方法を私動画で上げてるんで、よろしかったらご覧ください。グビグビがなんかね、値段高くなってますね。今マグはね、300あたりがいいかな。これほぼ 29% オフ、2200円ってことでね、これもお買い得。まあ、スノーピークではどっちかっていうと、ちょっとこうね、武骨な雰囲気を醸し出すエヴァニューなんで、登山とかね、男っぽくしたい人はこのね、エヴァニューのマグアップおすすめです。スノーピークもいいんですけどね、こっちの方がなんとなくちょっとこう男っぽい感じがします。ただスタッキングはね、あまり得意じゃないんですよね。このマグね、400と300がね、うまく変わんない、ギーギー落としちゃうんですよね。はい、あとね、エヴァニューからカーボンフェルトの A4 サイズ1000円ちょっとでね、出てきました。そして、あ、これも出てんだな、タイムセール。今これね、タイムセールだから今どうか分かんないけど、いわゆるチビチビで、ね、
これお酒飲むやつ1900円になってます。あとねこれトイレールマットのね、これ180センチの方かな、これ3286円。うーん、このね100センチ買ったんだけど、これ結構具合いいですよ。厚みもねこれ確か1センチ近くあるんですよね。 0.9 か、うん、0.9 ということでね、かなりしっかり厚みのあるトレイルマットです。同じくネオプレーンのね500マグのポットケース、これもね使い勝手いいですよ。これちょうどあの500の中にね、さっきのアルコールストーブスタンドセットを入れ込んで、このネオプレーンケースでねしまっとくとね、すごくいいコンパクトなねクッカーセットになります。1800円ならね買いですよね。そしてこのね1メータータイプのマット2700円、これもね具合良かったんでね、ぜひマットをお探しの方は、まあ半分の大きさなんでね、ちょうどこう参考なんかね、山行ってテント泊するときにはね、足元にバックパック置いて背中側にねこれ置いて寝るっていう感じになります。まあ1センチぐらいね厚みがあるんでね快適ですよね。 あとそう、このねアルミの 550FD、 これもねなかなかいいんですよね。これはね蓋の部分のねこの黒い部分をね引っ張るとゴムの部分が取れるんですよね。下からね金属製のノブが出てくるっていうのをね教えていただいて、これ実際引っ張って取ってみたらめちゃくちゃかっこよかったんでね、あのお持ちの方もしくは買った方ね、引っ張って取ってみてください。結構かっこいいですよ。3000円。アルパンの14センチ、これも5400円か。まだちょっと高いけど、まあマイナス 18% ですよね。まあほぼほぼ 20% で買えるんであれば、これもなかなかねいいフライパンです。アルミなんでね、最初どんどん使ってって少しこうねなじませないといけないんだけど、ハンドルがこういう感じで取れるんでね、調理してそのままポンとねお皿としても使えるっていう、そういうね便利なアルミ製のフライパンです。使い込むとねいい味が出てくるタイプですよね。FB マットの125、これもねちょっと固めのねマットなんですけど、UL のねバックパックなんかのフレーム代わりにこれね使う人も多いと思います。これ3000円ぐらいだったらねお買い得ですよね。バックパックのフレームに使える FB マット125ということでね、エバニューのおすすめはだいたいこんな感じになってきますかね。次はね別のブランド、ソト見ていってみましょう。ソトもねなかなかお買い得なやつがあったんでね、見ていきましょう。出ました、フィールドホッパー 27% オフ5120円。ブラックの方は、あ、ブラックはあんまり引いてなくて6590円なんだな。これはもうねシルバー皆さん買いましょう。これ安いよね、5120円であればね。しかもこう本当に開いてバーンとねワンアクションでこうテーブルの足が出てくるっていう面白いギミックがあるんでね、最近新しいのが出てますけど、このギミックはやっぱりね一つはね皆さんお持ちになって試してみてください。このねフィールドホッパーはおすすめです。あ、そしてねこのホットサンドのやつもね 14% で5700円、6000切ってます。一時これ出た時はねもう品薄で、それこそね転売がかなりね値段釣り上げて売ってたんですけど、今もう落ち着きましたね。でこうやってハンドルも折りたためるんでね、なかなかいいんじゃないですか。まあ、最近ホットサンドっていうのをねちょっとブーム落ちてるのかなっていう気もしますけど、でもね意外とこれでやると本当美味しくて簡単にできるんですよね。私バウルーのやつ持ってるんですけど、やっぱりねたまに食べたくなります。でこれ本当ね簡単でいいんですよね。ぜひねこの機会に外ファンの方、ちょっとメカメカしいタイプが欲しい人は外のホットサンドメーカー、うん、デザインもねなかなか面白い、業務チックな感じでねいいですよね。5700円かいいかもしれないな。これハンドル折れるのがいいですよね。はい、そしてねアミカス、あ、5200円。まあ、今時でもこういうねオーディ缶のガスバーナーできちっとしたもんがね5000円ちょいぐらいで買えるんであればね、これ買いですよね。昔スノーピークの地がねもうちょっとこう5000円ぐらいで買えたのかな、あれ最近値段上がっちゃったんでね、このアミカスが5000円ちょいならこれ買いですよね。初めて使う人にもねおすすめだし、山持っていくにもねコンパクトだしね、ほんと便利です。これはそしてもう一つこっち、これねウィンドマスター、これもね 17% オフで7399。まあちょっとお値段は高いんですけどね、より風に強いというねタイプで、あとねこれ冷感地でも使えるようにマイクロレギュレーターがついてるタイプですね。まあ、外もねこんな感じでお買い得になってるのがね定番品で出てましたんでね、ご紹介でした。次は EPI ガス、これ EPI もいいので出てるんですよね。これ見てください、レボの3700が 11% オフで9109円。これ定価ねほんと結構高いんですよね。いやこれはほんと寒冷地でもねバッチリ使えます。
雪山でテストしてきましたからね。安心の EPI、 かなりクロート感の漂うこのねストーブです。十字ごとくのね安定感抜群だし、これはね定価で確か、はい、やっぱり1万2000円以上するんですね。これねもう EPI の中でもねフラッグシップモデルと書かれてるぐらい最強のストーブです。そしてねこれ 500ml のチタンマグ蓋付きなんですよね。これも便利です。 19% オフが3391、500のマグで、まあ、500のポットで蓋付きでこの値段だったらねお買い得ですよね。レボストーブとの相性も良し。もともとこれは定価4180円ですもんね。4000円以上のものがなんと3391円ですからね、お買い得です。そしてね EPI のカートリッジ、これもね雪山で使うにはめちゃくちゃね便利なんですよ。ちょうどねこうベースになってね250巻110巻がきちっとこのね円の中に収まるようになってて609円買いですね。あそしてねあと EPI はこのねマグもねなかなか可愛いですよ。アルパインマグ、これね定価が銀色が1000円、ブラックが1320円ということで、まあ、お値段めちゃくちゃ安い。火にはかけられないんですね。まあ、あの飲む専用のカップって感じですよね、アルパインマグ。これね、赤岳高専に向かう時のね八ヶ岳山荘かなんかの水飲み場にねこれ置いてあったんですけどね、なかなか絵になるんですよね。 EPI マグ、 EPI ガスのねアルパインマグ、まあ、1000円ぐらいで買えるならね一つどうかなって感じです。ということでね、EPI の方も見てまいりましたけど、やっぱりね定番がこれだけ値段安くなってればね本当に嬉しいですよね。特にねエバニューは本当に値段安くなってるんでびっくりです。もちろんね定価で販売されてるお店もありますんで本当に大きな声じゃ言えないんですけど、ここのエバニューの製品とか今見たね外、それから EPI は Amazon で買った方がかなり安く買えるものもあると思いますので、買われる方はお買い得のね Amazon で買われるのがいいと思います。ご紹介したアイテムはね下の方に全部リンク貼ってますんで、ダイレクトに見ることができますので、気になる方はチェックしてみてください。それではねまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。